コロワンです。ふっかりべです。今日は美少女戦士セーラームーンのチビムーンチビウサを書きました。昔さ、このセーラームーンスーパーズ、スーパーズでペガサスが初めて登場するんだったと思うんだけど、このスーパーズのさ、ビデオを持ってたよね、1話。うん、持ってた。1話と2話かなが入ってたやつ。うん。あれ、めっちゃ繰り返し見とったじゃんか。見てた、見てた。敵がさ、サーカス団みたいな感じなんだけど、うん。作戦会議みたいなシーンが好きだったな。おばあちゃんみたいなのが上に行って、指をくるくる回して。そう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 。てげてげてれん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 てんてんやつ。そうですね。で、なんか、猛獣使いっぽい3人が、そう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 。話聞いてるやつ。フィッシュアイのさ、声優、最近知ったんだけど男性なんだよね。あのフィッシュアイって青い、ね。そう、青い女の子みたいなの。あ、そうなんだ。あれ、石田明さんなんだよね。マジ？うん。え、知らなかった。あれ男性なんだよ、実は。フィッシュアイ。そうなん？うん。はい、というわけで今回はチビムーンを書いてみました。はい。もしよかったら高評価ボタンやチャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。お願いします。じゃあまた明日。バイバーイ。バイバーイ。